アーマンド・アサンテは、アメリカ合衆国の俳優。エミー賞を一度受賞し、ゴールデングローブ賞に4度ノミネートされたことがある。ニューヨークで、イタリア人の血を引く、画家兼アーティストのアーマンド・アサンテシニアと、詩人にして、音楽教師のアイルランド人、キャサリンの愛の子として、新人深いローマカトリック教徒の一家に生まれ育った。 1970年代からソープオペラに出演するようになる。1974年に映画デビュー。以後、映画、テレビと幅広く活躍している。バイオリンが得意で、殺したいほど愛されてのバイオリニスト役で演奏を披露している。1982年にカレン・マッカーンと結婚したが1994年に離婚。現在は、 ニューヨーク州北部に住んでおり、アニアとアレッサンドラという二人の娘がいる。アーマンド・アッサンテ・バイオグラフィー、ハットカッティングエッジ・ボイセズ・プレゼンツ・ワン、インタビュー・ウィズ・キャシー・ハガティー。ありがとうございます。